今日のお昼なんですが、会社でまた、支給品もらってきたんですけど、なんてキムチチゲの素ですね。お鍋の素。なんか噂によると、このお母さんのこの写真が載ってるやつはすごい美味しいらしいんですね。ヤマキのキムチチゲの素で、このお母さんが載ってるやつはすごく美味しいらしいです。なのでこれプラス野菜はどうするのかというと、なんとこちら、この間のイトーヨーカドー行った時に買ったんですけど、セブン&アイのすぐに使える肉入りカット野菜、これいくらだと思いますか？お肉も入って野菜も入っているけれど、なんと100円なんですね。100円、これできることなら、あの100円ローソンとかでも今度出してほしいぐらいめっちゃいいですね。まあ、ちょっと食べてみないと美味しいか分かんないんですけど、プラス主役がないので、この味の素の餃子も入れて作ろうかなと思います。でイトーヨーカドーでこれ買ったんですけど、私値段見ずにこれ取って入れて買っちゃったんですけど、なんと400円もしたんですよ。私確か普段1キュッパで買ってたと思うんですよね。これ大概あの4割引きとかで1キュッパなんですよ。よく見て買わないといけないなと思って、じゃあとりあえず、このキムチ鍋の素でキムチ鍋作りたいと思います。はい、では作っていきたいと思います。お鍋にこの、キムチチゲの素をよく振って入れます。これは4人前なんでちょっとスープ多いかなと思うんですけど、どうしようかな。とりあえずちょっと入れてみます。ちょっとよくわかんないんで全部入れちゃいました。だいぶなみなみになっちゃったんですけど、ちなみにこのなんていうか油よけの、ただ立ててるだけなんですけど、このアルミすごくいいです。掃除する手間がだいぶ省けます。とりあえず火をつけたいと思います。じゃあちょっと沸騰するまで待ちます。はい、では沸騰したので野菜を入れていきたいと思います。中身はこんな感じ、結構ちゃんといろいろ入ってますね。これを全部丸々入れちゃいます。と、餃子ですね。さっき計算したら1個あたり33円になりました。高っ。ではこれでもう一煮立ちさせたいと思います。はい、いい感じになってきました。もうそろそろいいかなと思うんで食べたいと思います。はい、こんな感じです。すんごい美味しそうです。じゃあ食べてみたいと思います。よしよし。やっぱりスープが4人前なんで、ちょっと野菜が足りない感じでしたね。でもすっごく美味しそうです。じゃあいただきます。うん。うんうんうん、熱々美味しいです。ちょっと餃子の1個あたり33円の餃子も、うん、うんうんうん、味の素の冷凍餃子が一番冷凍餃子、あ、もう餃子の中で美味しいですね。はい、というわけで、ヤマキのキムチチゲの素とセブン&アイのカット野菜と、味の素の冷凍餃子で作ったキムチ鍋でした。この後の締めを今うどんにしようかお米にしようか悩んでいる最中です。じゃあそういうことでした。